お疲れ様です、ゴールデンです。本日もですね、学校作ろうの続きやっていきたいと思います。じゃあ続きからで。はい。まあね、毎度のことこのゲーム、もうロード長いんで、まあやっていきたいんですけど、まあね、今、次第3章を、まあ選ぶような感じになってて、ジョージ草取やったっけなんかちょっとまたヤバめの人来て、で、まあ、新しい経営を始めるっていうこと、みたいなんですね。はい。まあ、ということで、今日はそんな感じで、まあ、頑張っていきたいと思います。はい。まあ、ここカットですね。はい。はい。ということで、シナリオ選択で、この第3章ね、農業高校を作ろう。で、目標が副業で赤字経営を立て直すとか書いてあるんで、まあまあ、やっていきましょうか、とりあえずね。はい。ね、副業で赤字経営を立て直す。まあ、ちょっと実は調べてるんですけどね。うまくいくんかな？わからへん。なんかもう、このゲームが、まあ、言うて悪いけど、ちょっとマイナーすぎて、攻略情報が少ないんですね、まずね。はじめまして、ゴーレム校長。今日から僕と二人でこの赤字続きの学校を黒字にしようじゃないか。そうやな。ここは農業家だから、飼育動物の世話をして収入を得ることも可能だよ。まず飼育施設に行って動物を購入してきたらどうだい？どうも僕は動物が苦手でね。なんでお前ここの校長やん。教頭か。うわ、マイナス5000万やん。よう見たら。収穫物はいいお金になるから、とりあえずよろしく頼むよ。まあ、とりあえず行ってくるか。はい。これ、俗に言う準備期間みたいなやつかな。そやな。とりあえず、職員見ましょうか。職員が、まあ、これはいいや。教師名簿で。うお、こんなん絶対先生多いやん。そう、攻略情報にちらっと書いてあるな。先生が各教科8人ずつおるって。そんなんもう1000人ぐらいおらん。無理やからな。成り立てへんからな。子供がね。うん、なんかこれ前の作りのノリのままやってまいそうやな。しね、A 組。うん、B 組ね。はい。なんかこれも、子供なんかそこまでおらんから、なんかあれせえ言ってたけどな。サッカー部もいらんのんちゃうかなみたいな説もあった。まあいろいろあるみたい。うん。とりあえず校舎の中がちょっとだけね、ぐるーっと見ていきましょうか。飼育施設ってどこなんやろ。あんまり関係ないけど、食堂入ってみますわ、とりあえず。メニューどうなってんねんやろ。まだ全然ないんやろな、どうせ。あ！あるやん！てか引き継がれてんの？これって。なんかお金ないからもうやめとこう。無駄なことに金使ったらなんか痛手くらいそうやからやめとこう。うん。とりあえず後で職員の解雇から始めたいんですけど、その前に飼育室どこやろ。これは A 組よな。飼育室マジどこなんやろ。2階か？あ、てかあれか、地図で確認しやがったか。まあやわ。もうめんどくさい。家庭科室。あー、なんか普通の学校っぽいよな。生徒トイレ、ちょっと一回戻るわ。あれで見るわ。何だっけ。マップみたいなんで見て、うん、やりますわ。どこか教えとけ。うん。あとなんか、各学年にクラスずつあるんですけど、それをなんか、へつった方がいいよ、みたいな。おっきいな、ここの学校。うん、言われたんで、言われたっていうか、まあ、書いてあったので、シークス、あ、外か、これ。外や。本質。本質って何？あ、外やん。いや、外かなと思っててんけどな。うん、思ってたよ。めちゃめちゃ思ってたよ。思ってたけど、うん。どうしようかな。かなぁ。まぁ、ちょっと考えよう。まぁ、とりあえず外行きますわ。はい。農業か。こっちもなんかできそうやんな。温室な。野菜とか育てれんじゃないの？どうせ。まあ、とりあえず、飼育施設入って、わー、これ農作業系になるんちゃう？なんも折れへん。どうやってか。うん、じゃあ、買い方教えて。あ、こういうこと？あ、はい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 。金の卵で一発逆転か。牛より安いコストリーム。あー、まあ、利益を優先でも、ここは投資していきましょうか。とりあえず牛3頭買いますか、じゃあ。
うわ、もう6000万だったマイナス。まあこれを毎日掃除して、なんやかんやでやっていきたいっていうところですね。はい。うん、まあ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 、はいはい。うん。だからこれで、まあ利益を出してくれることを祈ってですね。ここはまあこんな感じで、全種類買ってもよかったんけどな。いや、これも正直攻略情報になんか牛って書いてあるんで、まああれは別に意味ないんかもしらんけど、とりあえず、まあ言うこと従ってやってみますわ。どうしっすか。お、ここもなんか植えれんねや。でもメロンでしょうね。メロンですね。はい。で、ここも、メロンですよね。はい。この一面メロンだったってこと？で、どうやんのこれ。まだ何もできないの。あ、ちょっと経営マニュアル読んでいいですか？そんなんもうええの。ないで。とりあえず、まあ、設置したから、これでいいか。まあ、ボツにならんこと祈っとくわ。メロンと牛で大儲けって感じだな。メロン美味しいっすよね。メロンね、高いからね、ほとんど食う機会ないけど、生徒のね、生徒さんのお家に行ってね、出してくれはる時あるんで、まあ、それで楽しんでる感じですね。はい。ちょっと待って、次の SN やったっけ？あ、そうか、一回戻って、ほんで、あれや。あれせないかんね。先生、首にせないかんね。おっさん。無駄な建物が多いことだね。そうやな。まあ、俺はそう分からへんな、俺も。とりあえず先生、首にしましょうか。はい。ちゃう、これはいるね。これどれ？あ、待って。クラス名簿見て、こんな感じになってんのか。あー、はい。情熱な。で、陽気、冷静、内気、陽気、内気。陽気、内気、冷静。全部おるってことやね。はい。なら、まぁ、ちょっと二人ずつ減らしていきましょうか。じゃあ、ちょっと首候補をね、また開いてしまった。これじゃな。うん、これじゃな。うん。ここを今日、残すやつ決めようか。残しかな、これ。活発熱血やからな。あ、ちょっといらんかな、これな。解雇やな。はい。なんかめっちゃ毒吐くやん。解雇やな。あ、しゃあないよな。うん。この子も解雇やな。私を解雇、あんた人を見る目がないね。言われてますよ。あ、もう解雇やな。はい。うん。もう、いえ、必ず今回すんな。恨み買いまくってるやん。温厚な、解雇やな。はい、さよなら。じゃあまあ、ご教師はこんな感じっすね。はい。次、数学や。残したいねんけど、活発ばっかりいらんから、こいつ残しやな。じゃあ、これちょっと解雇で。はい。うん、じゃあ、あなたもちょっと解雇でね、お願いします。これ残しときたいけど高いな。解析、こんなやつ高いな。40で25万はやばいやろ。うん。あ、そんなん言ったらあかんか。うん。君は解雇顔やない。うん。これ残しようか。なんか良さそうやしな。熱血な。ごめんな。私を解雇だってあんたが必ず後悔するぜ。そうやな。ごめんな。うん。俺もな、そんな悪気ないねんな。正味な話。うん。で、成田英二郎、もう熱血理科、活発、解析がいいな、やっぱり。伊藤と小柳残すわ。解雇で、小柳伊藤は残しといて、木村解雇、これ解雇やな。解雇ですね、はい。綾小路よしこも解雇ですね。はい。じゃあ次は、ガンガン解雇にしていってるけど大丈夫かこれ。田代は残しとこうか。土田も残しとこう。だからこれもこっから解雇やろ。はい。解雇。
またまたご冗談をって、本気やねんな、俺。うん。じゃあごめんな、はい、解雇。で、解雇。で、解雇ですね。はい。まあ、こっからはもうちょっと早送りかな。早送りというか、まあ、カットですよね。はい、全員の人員整理が終わって、まあ、見てください、これね。なんですかね、好感度がね、まあ、地に落ちたというところでですね。はい、どうしましょうかね。好感度はもうゼロなんですよね。で、あと、まあ、そう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 。ほんで、教室を一つにした方がいいって言ってたから、各教室ね。いらないと、そんなに。うん。まあ、ちょっとやってみましょうか。ね。はい。とりあえず1年 A 組だけ残して B 組消そうかな。まあ、ゴミ拾い大変やしな。撤去やな。どれやろ。これは撤去かな。上に建物があります。ほんならやらな、ああ、こういうこと。はいはいはい。で、これが 2B で、3B。これ 3B やんな。撤去しようか。で、これも撤去しようか。これも撤去やな。うん。とりあえずこんな感じかな。うん。まあ、とりあえず、あと、なんか、野球とサッカー二ついらんみたいなこと言ってたから、ちょっとそれも考えるわ。体育館やん、これ。どうしよう。サッカー部潰すか。で、なんかバレー部立てたらええって言った。うん。バスケにしようかな。バレーがええかな。なんかバレー良さそうやもんな。うん、これでええわ。よっしゃ。ほんで、校長室戻ってと。もう8200万マイナスやねんけど、今の時点で。やばない。うん。ほんで、あとクラス設定して、で、ちょっと迎えようか。はい。で、クラス名簿で、1年組。これ情熱やから、まず自動設定にしよう。はい。担任は、情熱やから熱血のやつがいいやろ。田所やろな。うん。まあ、やっぱこれ。うん。冷静やから、担任は、何がいいやろ。英語ちゃう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 、冷静やから、数学とかがいいんじゃん。秋山やな。うん。で、3A は陽気やから、担任設定で、まあまあ、英語の先生とかでいいんじゃないの。あかんわ。社会陽気。活発これやな。うん。じゃ土田で。あ、ちょ、待って。自動設定せなあかん。はい。で、2年も、あ、間違えた。うん、これで一遍やってみましょうか。うん。で、ちょ、全部で何人おるかだけ見ていいですよ。17、15、19やから、17×3 で51か。うん、51人いますね。はい、じゃあ、こんな感じで、次の日にね、ちょっと行こうかなと思うんですけど、やり残したことないよな。ないな。うん、ほんで、行事設定とかしていって終わりにしたらいいか。はい。じゃあ、1日を終了します。はい。あかんかったらな、またやり直したらええしな。